それではですね、まずはエコモードで山道をですね走ってみたいと思います。こちらのですねアニメーションに表示されますように、駆動している現在駆動しているところのね、あの出力をこうアニメーションで表示してあります。分かりやすいですね。こちらはね、普段はですね後輪駆動になっているんですが、適宜前輪にも駆動が渡るというですね 4WD になっております。まずはエコモードからですね、エコモードから坂道をですね、まあ、ちょっとした峠道ですけど、そちらの方で入ってきます。毎回恒例のですね道になっておりますので、ぜひですね過去動画の方もですね見ていただければ、他の、 あの車のですね試乗の状態をですね見ていただけると思います。まあ、このエコモードですけども、エコモードで 100% 充電で577キロをメーターで確認できております。でこれをですね実際バッテリーが空になるまで走らせようと思って走ったことがあるんですが、まあ、残りですね、40キロ弱まで行った時にですね 10% を切る状態で、まあ、警告が出ます。バッテリーの充電を促す警告が出ます。メーターとナビのパネルに両方ですね出ますね。そちらまでやったところですね、どうやら満充電でまあまあうまく走れば550キロか560キロとかそのぐらいの距離はですね走破できる計算になりました。さあ駆動輪がですね常に後輪は駆動してるんですけど、前輪の駆動をですね調節しているのがねよくわかります。アクセルを踏むとですね後輪が主に出力がかかるんですけど、前輪はですね多少ちょっとだけね出力する形で軽く駆動しているような表示になっております。もうこのレベルのですね電気自動車になりますと、もう航続距離のことはねほとんど気にしなくていいぐらいの航続距離なので、一旦満タンにしてしまえば、まあ、500キロぐらいは優に走りますので、なのでですね航続距離という面ではあまり遠出をしてもですねあんまり考えなくて済みますね。なので、まあ、このぐらいのバッテリー 72. いくつですかね、カタログ数値ですとのバッテリーを積んでおりますので、まあ、こちらのモデルは4輪駆動モデルなので多少ですね航続距離短くなるわけですが、後輪駆動オンリーのモデルがあります。そちらの方はですねもっと航続距離が伸びると思います。まあ、重量的にもですね4輪駆動モデルは不利になりますし、まあ、シンプルで軽量の2モデルの方が、後輪駆動ですねのモデルの方がシンプルで燃費はいいはずですので、4輪駆動モデルもう550キロとか560キロ満充電で走りますので、まあ航続距離に関してはですねあまりねとやかく言うようなねモデルではありません。しかも90キロワットの急速充電器対応しておりますので、実測値ですね82キロワットぐらいですね
スピードが出てますので、30分もやるとですね、4割ぐらい、40% ぐらいですね、増えますので、そうするとね、まあ、約200キロぐらいの航続距離がね、30分でカバーできますので、まあ実用的にも問題ないようなモデルになっております。あとね、航続距離とか電池の話は、まあ、ちょっと先に置いときまして、あまり問題にならないもんですから、もうこのレベルだと、まあ、電池のことをとやかく言うようなレベルではないので、もうあまり気にせずにですね、走れます。まあ、あとドライビングフィールなんですが、後輪駆動、後輪に主軸を置いたドライブモードでやってます。なのでですね、後ろから押されるような感覚がやっぱりあります。FF モデルがねほとんどなんですよね、今の車って。なので、その、どちらかというと引っ張られるようなこう走りにどうしてもなるんですが、こちらのですね、後輪駆動モデルはやっぱり後ろから押されるような感じ、峠をこうアクセル踏みながら走っていましても、引っ張られるよりはどちらかというとですね、フロントが浮いて浮き気味になって、で押される形、そんなようなね感じです。でハンドルはやっぱり軽いですよね、そういう状態であれば軽くなりますね、荷重がねかかりにくいのでハンドルは軽くなります。なので運転はしやすいですね、正直限界点が分かりやすいですね。 FF モデルですとグリップするもんですから、逆にですね限界点が分からずに、限界までこう車の限界までですね攻めてしまうと、ある時点でですねグリップが失われて、まあ、スピンをしたり、まあ、かなりね危ない目に遭うかなって気はするんですけど、後輪駆動はですね逆にそういう限界点が早く来るもんですから、やっぱり自分でコントロールがするっていうんですかね、その前触れが分かりますので、逆にですね運転が、まあ運転慣れてる方はですね、まあいいです、楽しめると思いますね。さあ標高がねちょっと高くなってきましたんで、耳がおかしくなりました。さあこれでねぐねぐねぐねの道路をねこれから入ってきますね。冬のシーズンはですね、こう道が凍ってしまって結構ね怖い道なんですよね。で今ですね後輪駆動が3に対して前輪が2ぐらいですかね、アニメーションで表示されるんですけど、レベルゲージがですねこちらにあってですね、こちらの方で、ね、で踏み込みますと後輪が5ぐらいに対して前輪が2ぐらいとか3ぐらいとか、ちょっとね増え、前輪もアシストがちょっと増えますね。主にこのアクセルレスポンスからしますとね、前輪の方はあんまり反応はしないんですよね。さあ自動車専用道路に入ってきました。さあ動物注意ですね。もうですねこちらできた、道ができた当初は有料道路だったんですけど、整備はされてたんですけど、無料になってからですねこちらの道路ですねだいぶ荒れてきてますね。整備のね方ちょっとなかなかできてないみたいで、道がねだいぶ荒れております。なのでデコボコしております。アスファルトももう陥没してるようなね、半分こう割れてるような、そんなような道路の部分もねある道路ですね。紅葉の時にはですねなかなかいい景色をね見せてくれるんですけども、すっかりオフシーズンですので、まあ、あまり車も通っておりません。ですけどねこう
ういうね、あの車のドライビングテストみたいなね、インプレッションをするにはね、かなり適してる道路なので、これで雨降ってるといいんですけどね、あの車の性能がね思いっきり出ますので、まああの乾いた路面をですね、あの走ってる分にはね、もうほぼほぼで今の売られてる車はね、あまりこう不便に感じることはないんじゃないかなと思いますね。それだけ今の車はね、完成度が高いので、まあ、あまり意味はないのかな、まあ、むしろですね、あの低微量っていうね、あの摩擦が少ない、あの抵抗が少ないですね、この雨の日とかの方が、あのその車のね良し悪しがもろに出ますので、まあ、そういう時の方が、まあ、こういう車のねこの感想とかを言ったりしたりするのは、あの向いてるのかなとも思ってます。まあ、これこちらの方はね、あの肉モデルの、まあ、4駆モデルなんですけど、肉のモードでエコモードで走っておりますので、後輪駆動を、まあ、主体にして主軸にして、前輪も必要であれば前輪も駆動してる、まあ、負荷がかかってる時には前輪も ある程度こうアシストしてくれるというようなその配置になっておりますね。後輪がレベルがですね、こう 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってあるんですが、その出力レベルがですね、3の時は前輪は 2であったりで、1であったり2であったり、で上り坂やなんかでですね、後輪に負荷がかかる時には前輪も1が2になったりですね、2が3になったりというふうにですね、こうリアルタイムにもうコンピューターが勝手にですね、多分こう判断して駆動輪のそのそれぞれのね車輪のトルクをですね制御してるって、そんな感じですね。で下り坂はですね、回生ブレーキもちろん効かせてるんですが、後輪に伝わって回生ブレーキが働いております。でしばらくこれはこれですと、今現在は後輪だけで走っておりますね。前輪の駆動はありませんね。これがちょっとずつ負荷がかかってくると前輪にもアシストという形で、前輪にもですね、少しだけ駆動が伝わってくる感じのね、前輪にも駆動されますね。もう乗り心地がですね、本当最初はね、まあ、慣れてない時はですね、ちょっと硬いかなと思ったんですけど、まあ、タイヤがタイヤなだけにですね、21の4号タイヤなので、まあ、ゴツゴツとはするかなと思ってるかなと思ったんですが、まあ、乗り慣れてしまえばね、意外に乗り心地が良くてですね、まあ、本当にサルーンとしてもね、十分通用する乗り心地になっております。ハンドルのこのしっとり感のね、この革のタッチもですね、かなりいいですね。馴染みが早いですね。さあアクセルをですね踏み込むとですね、前輪にも駆動が行きます。今これは四輪駆動で走っております。坂道で上り坂ですね、ちょっとね勾配がありますので、そういう時は自動的に前輪駆動、前輪も駆動されます。これで4輪フルタイムの4輪駆動みたいな形で、今ですね後輪が、4に対して前輪が2ぐらいのね力で駆動してます。同じ力ではないですね、等分ではないですね。さあ頂上近くにやってまいりましたので、次折り返してですね、今度はね下り坂をね、やっていきたいと思います。これでちょっと頂上になりますので、ここでですね一旦 U ターンをします。でエコモードでですね、こちらは今度は
今まではですね上り坂をやってきましたけど、今度はですね霧がかかってますね。今度はですね下り坂になります。下り坂行きます。エコモードでの下り坂ですね。基本は後輪に駆動をしてますけども、適宜前輪にも駆動をしてくれるというですね。今ですねこれ早速ですね下り坂に来てます。そうするとですね回生ブレーキが働いて、回生ブレーキがですね一応オートモードにしております。回生ブレーキがいらないっていうことであれば回生ブレーキを切ることもできます。で回生ブレーキをのですね、あの強弱をね決めるのはこのパドルシフトって言ってね、ハンドルの向こう側についてるパドルシフトで、まあ、あのプラスマイナスにしてですね、自分で自由にですねあの4段階のですねあのレベルが120123っていうですね、あの4段階の回生ブレーキの強さがですね任意で選ぶことができるので、まあ、あのマニュアルトランスミッションでですねあのエンジンブレーキをかけてるシフトダウンとかシフトアップみたいな感じの、まあ、疑似的なですねあの、まあ、ギミックがですねこちら楽しめますので、まあ、試乗の際はですねぜひねこの機能を使っていただければなと思います。今回ですねオートモードでやっております。オートモードですとコンピューターが勝手にですね、この車のコンピューターが勝手にですね、その最適なエンジンブレーキ、まあ、いわゆるあの回生ブレーキをかけてくれるので、まあ、より自然なですねドライブができるのかなっていう、そんな味付けになっております。アクセルを離しますとね、強い回生ブレーキがかかりますね。まあ、今ですねこれアクセルはほとんど踏んでないので、あの出力がないですね。出力してませんので、あのバッテリーがね充電された状態でずっと続いております。充電されるとですねメーターの右側の方ですね、こちらの方右側の方がですねこう手前にこれでいくとですね青いマーカーがですねあの増えてきて、回生ブレーキの度合いがですねあのこちらでビジュアルであの感じ取ることができるのでですね非常に分かりやすいですね。さあ長い下り坂になります。これ回生ブレーキがずっと日産リーフですと充電がですね、満充電に近い状態ですと回生ブレーキがかからないっていう問題がありまして、こちらの方はですねそういう制限がありませんので、回生ブレーキがね常にかかる状態であります。その辺がですねちょっと考え方が違うんですかね。なのでですね満充電の状態で坂道を下ってってもリーフの場合は満充電近くなりますと近い状態ですと回生ブレーキがそもそも効かない問題っていうのが出てきちゃうんですよね。なのでまあ仕方ないのでブレーキパッドを使って減速する、ブレーキを踏んで減速するっていうことを余儀なくされるのですが、こちらのアイオニック5の場合はですね回生ブレーキが効きますので、そこのところがちょっと車の作り方の考え方がね違うのかなと、まあ、技術的な部分があるのかちょっと分かりませんけど、まあ、ちょっとその辺がね気になった点ではありました。なのでまあそれは気になったというのはアイオニック5の方はいいんですけど、日産リーフの方がですねちょっと気になりました。そういうのがですねちょっと大丈夫なのかなっていう感じですかね。このアイオニック5はですね、まあ、
この車がたまたま4輪駆動モデルなんですけど、2駆モデルですとですね、まあ、当然前輪に駆動系がないもんですから、もうちょっと軽量で、まあ、満充電でより多くのね、高速距離が見込めると思いますので、それはそれでね、いいことかなと思います。まあ、回生ブレーキをですね、やっぱり使ってブレーキをあまり踏まずにですね、峠を降りてこようと思うときには、こういうね、バッテリーが満充電でない、満充電に近い状態の車でも回生ブレーキが効くような仕様っていうのはですね、ありがたいと思います。日産リーフですと回生ブレーキが効かないので、なんかキャンセルされてしまうんですかね、機能が。なのでブレーキを踏んでですね、降りてくるということになりますので、ちょっと走行時にね、違和感が、やっぱり通常との違和感がね、出てしまいますね。まあ、こちらのモデルが少しそういうスポーツモデルに近い状態なので、サスペンションのこの粘りっていうんですかね、まあ、低重心かつ、まあ、で結構ね、床が低いんですよね。ドライビングポジションも若干この手の車にしては低いかなって気がしますね。なので腰高な感じがなくて、すごくなんかね、真横にこう車がね動くような、こう急カーブをしてもですね、綺麗にね曲がってくれるっていうんですかね、非常に安定感のある走りですね。これはね、まあ、肉モデルも同じ感じはしますね。これだけまあ、背が低いですし、この手のこの SUV の形をしている車にしてはですね、ドライビングポジションが低めなんですよね。なので、まあ、そういった意味でもちょっとこう地を這うような感じのね、デザインになっております。外から見てもですね、車高が低い感じがしますね。なのでこう腰高な感じもせずですね、ハンドルを切っただけこう曲がってくれるような、そんなね、素直なね、感じに受け止められますね。はい、はい、これですね、今度はね、スポーツモードで走り抜けたいと思います。さあ、スポーツモードに入りました。スポーツモードに入った途端ですね、駆動がですね、前輪と後輪とほぼ同じ出力をねしてくれます。常時4輪駆動っていう、そういうモードになります。メーターもですね、青とか緑から赤になってね、ちょっとスポーティーな感じですね。これね、ドアパネルとかインナーパネル、ドアインナーパネルと、あとスピーカーの部分ですの縁取りがですね、同じように同色で赤くなります。これはドライブモード、エコモードと、エコモードは緑ですね、でノーマルモードは水色、ブルーですね、でスポーツモードは赤になります。いかにもですね、スポーツ走行をするぞっていうようなね、そんなね、なんかこうテンションの上がるですね、遊び心があっていいですよね、こういうのね。さあ、もう4陸度モデルはね、もう4スポーツモードにしますとですね、常に4駆に入っておりまして、相当ですね、この出力、高出力のね、モードになりますので、スポーツ走行がねできます。すごいね、加速もいいですね。なのでちょっとですね、気を抜いてると車がね、あさっての方向に行ってしまうかもしれない。自分の
運転技術をはるかに上回るですね、その挙動をねしてしまいかねないのでね、慎重に運転します。急にですね、こうぐーっと回ってもですね、あのロールがほとんどないんですよね。まあ、安全速度で走ってるからだと思うんですけども、本当にねこのスポーツ走行ができるですね、本当に安定感のあるねフルタイム4駆らしいですね、あのいい走りになります。でアクセルをねあの踏み込みますと、後輪と前輪が斜め上にですね、こう車がこう飛ばされるようなね、そんなようなイメージって言ったらいいんですかね、あのそんなようなイメージなんですよね。なので押されてるし引っ張られてるというね、不思議な感覚です。すごくね安定してますね。特にあの同じスピードを維持しながら、カーブを急なカーブ、スプーンカーブと呼ばれてるよね、カーブ S 字カーブなんかね、あの目じゃないですけども、あのスプーンカーブみたいなね、ああいうカーブでもですね、車自体がですねロールほとんどしないんですよね。ちょっとね自分がこう体を傾けるようなね仕草をねこうしてしまう癖があるんですけども、まあそれを除いたらですね、ほとんど車がですねあまりこう挙動っていうんですかね、この姿勢を崩さない、そんな感じで、これが標準でそういう状態なので、これをチューニングしたら相当ですねレベルの高いあの走行フィールがね味わえる車にねなると思います。何か限定モデルとかで結構スポーツモデルが出るそうなんですけども、まあ、それがあの、まあ、この動画上げるときにですね発売されているかどうか分かりませんけども、なんか今なんかあの予約を受け付けてるみたいですね。で価格は900万円前後とかっていうね風に書いてあったんですかね。こちらのモデルがですね600万超えますので、まあそのチューニング代がそれだけ200数十万円ぐらいの差額がありますので、果たしてそのぐらいの、 あのコストがかかってるのかなっていうことで、ちょっと、ね、興味はありますね。機会があったらね試乗とかしたいんですけど、何せ、ね、限定モデルなのでなかなかですねお目にかかれないかなって気はしてます。なんかねヨーロッパのねあのそういうコースね、ドライブコースでなんかこうですね、あの優雅に走れるようにチューニングされたようなこう車になっておりますね。さあ道が悪いですけど、そんなにねごとごとガタガタすることなくですね、あの車をね引っ張ってってくれてます。幅がですね1890ありますので、まあまあ日本の道路ではねちょっとね使いにくいかなっていう、ちょっと幅広ですよね。なのでね、あの万人にね勧められるような車ではないんですが、まあちょっとねあのスポーツカーみたいな走りがしたいよとかっていう人はこの車あの結構あのおすすめかなと思います。あの電気自動車の中でもね結構こう走りにねあの重点を置いたあのチューニングをねしてると思うので、これはこれでですねあの魅力がありますね。さあこれで頂上やってきました。今がですね上りです。本当ね何にもね考えずに普通に登ってこれちゃったので、まあ、特にねこうコメントに残すこともないんですが、まあ、とにかくすごいです。日本のメーカーですね大丈夫かなっていう感じで思えちゃいますね。さあ今度ね下りやってきますね。下りです。下りはですね
耐性ブレーキをね、の具合をですね、やっぱり確かめたいので、あとまあハンドリングはですね、もう上りの時にもう肉モデルのね、テストの時にも感じたんですけど、本当ね、トレースがねしやすいです。やっぱりベースがですね、後輪駆動モデルってことで、モーターが後ろについてますね。でこちらのモデルは前輪にもモーターがついておりますので、それでまあ四輪駆動になるわけですが、四輪駆動にありがちなんですね、このステアリングのそのもっさり感っていうのがなかなかその感じられず、まあ、肉モデルでも四駆モデルでも走りがね楽しめるようなね車になっているのかなっていう気がします。これはやっぱり開発されている方のそのこの車に対してのですね、その、まあ、思い入れみたいのがねやっぱりね感じられますね。走りをですね意識してるっていうのが、まあ、如実にね出てますね。さあこれちょっとね急なカーブなんですけども、回生ブレーキでね十分減速ができてしまいますね。四輪駆動だから回生ブレーキが強いとかそういうのがあるかもしれないんですけども、まあでもですね、このなんかこうフロントヘビーになったりですね、リアがヘビーになったりするような感覚はないので、もう自然にね回ってくぐるーっと回ってく感じですね。なのでね、こうブレーキをね踏むってことがほとんどないですね。十分にこの回生ブレーキだけでスピードが落ちますので、これでずっとアクセルを離すと勝手にこう回生ブレーキがかかってくれて、でまたアクセルを踏むと回生ブレーキが解除されてって感じですかね、うん、加速していくと、そういった具合のチューニングになりますね。まあ四輪駆動で走ってる分に関してはその危険な感じがしないんですね。安定感があって安心感があるので、やっぱりこの辺りですね、前輪駆動四輪駆動モデルですね、うん、前輪駆動っていうのは全部の輪っかが回るという前輪なんですが、まあ、オールホイールドライブですねモデルがのモードがですね、結構安心感と安定感があってなんかよきよきだと思いますね。こう直線から急にカーブにかけてですね、回生ブレーキが強くかかるんですね。なのでカーブをやりきる前にですね、カーブを押し切るカーブが終わる前にですね、もう十分にスピードが落ちてます。でブレーキパッドをですね踏むというペダルをですね、ブレーキペダルを振る踏むというね行為がね今のところない。これこちらねスプーンカーブに近い状態ですけども、結構ですね回生ブレーキが強いです。まあ、電気自動車の場合はね、そういう回生ブレーキ、まあ、あとハイブリッドもそうですけども、回生ブレーキをですね多用してこういう下り坂をね下ってくるっていうことでね、非常に燃費効率もいいですしね、ほとんどね電気使わなくて逆にですね充電できる状態ですね。それをね楽しめますので、まあ下りに関しては経済的な走りで楽しむことができますね。さあここもちょっときつい、あ、鹿が逃げてった、よかった。鹿がねぶつかってくるとね車壊れますから ね、もうそんな時間帯になりますね。さあもうすぐ下に降りますね。カーブ、これ
ーブで、ね、スリップ防止ですかね、このスピードが出ないようにですね、わざとこうガタゴトガタゴトするようなね、あの道路の作りになっておりますね。さあこれで降りてきましたかね。それにしてもですね、この無料になった途端ですね、無料の道路になった途端ですね、やっぱり整備が行き届かないっていうかね、あの予算がつかないかは分かりませんけども、まあ、整備がねほとんどされてなくて、こんな荒れ果てたようなねスカイラインになっておりますね。さあ四輪駆動で下降りてきました。いかがだったでしょうか。まあ、皆さんもね、あのこのアイオニック5すごくねあの個性的な車ですので、ぜひですね、あの運転のする機会がありましたらですね、あのドライビングをね楽しんでください。